はい、どうも、どうも、東京どうも、いや、曇ってるな、松戸です。ということです。この曇りの中、千葉で、マックスコーヒー探しました。100円で売ってます。でも、売り切れ、すごくない？やっぱ人気だね、マックスコーヒー。この、あったかい方はね、100円で、まだ売ってましたね。まあ、ちょっと天気はね、曇ってますが、暑かったから、ね。こんな感じで、松戸の駅周辺で、マックスコーヒー探してみました。お、130円です、ここ。ね、売ってます。ね、やっぱコカ・コーラの販売機にやっぱね、ジョージアですから、入ってるということですね。おっと、ありました。こっち、あったかいの120円で売ってましたね。こんな感じでね、これね、結構歩きましたよ。このジョージアの、この販売機がなかなか見つからないんですよ。ありました。こっちも、冷たいの130円ですよね。そして、これスーパーに売ってる !95 円でペットボトル、ね、102円です。ね、とりあえずですね、缶のやつは埼玉県で見ないので、思わず買ってみました。100円のやつ。ね、100円のとこに戻って買いに来ました。ってことで、熱いやつ。ね、あったかいやつ。100円で買いました。はい、どうもどうも、トークドッグダバーありがとうございます。ということでですね、動画にあった、ね、買ってきました。これがスーパーで売ってたやつ。ね、マックスコーヒー。これね、練乳入りと、書いてあります。これ甘いんですよ。これね、埼玉県でもスーパーとかに売ってるかな。場所によってですけどね、そんなにない。で、松戸の駅周辺の自動販売機見ましたけど、3軒ぐらいですかっけ機械がありましたよね。埼玉で、歩いてもないです。入ってないです。販売機にね。特に末端って言われてるんですよ。マックスコーヒーの缶ってことで、末端ね。末端なんかあんまりないんじゃないかな。販売機に埼玉県で入ってんのかな。もうほんとだからね、俺が住んでる地域ではないです。時々昔はあったんですけど、今どうかな、という感じです。外れとか行くと、ほら、境っていうか、ね、千葉県、いや、なんか大体千葉県、茨城県の間ぐらいが結構あるらしいんで、その境ぐらいにはこれあると思うんですけど、これはなかなか見ないです。あとはディスカウント系、なんかほら、よくね、なんかいろんな、あれこれ見たことないジュースじゃねみたいなのが結構安く売ってたりするじゃないですか。そういう時に結構見かけるっちゃ見かけるかも。普通のスーパーでもあるとこにあるんじゃないかな。ね、結構もう、ペットボトルはね、ベタな感じになってます。この辺はね、ちょっとわかんない。地方わかんない。埼玉県以外はちょっとわかんないんですけど、これは時々売ってるかな。こっちはない。こっち、あ、まああるところね、探しはあるのかもしれないけど、見た感じはあまりないです。あと、特にコーヒーは、ブラックしか飲まねえけど、っていうね、方もいるから、こっちはあんま見ないっすよね。もう、目に入ってたけど、目に入ってるけど、ジョージアでもこの色違うから、何これ黄色って、みたいな、ね、とかあるかもしれない。ね、あとね、駅前ね、やっぱ、ね、売り切れっていうね、やっぱさすがですよね。で、買ったの、動画で言い切れたかな、本当に忘れちゃった。ね、これはまあまあ100円ぐらいだけど、102円かな。で、これでほら、販売機によって値段違うから、一番安くて100円だし、一番高くて高いっていうわけでもないけど、130円でしたもんね。だから100円のところで買いましたということですね。はい。ちょっと飲んでみますか。ね。末端はなかなかないので、こうか。ね。末端って言うんだっていうのもね、ネットで知りました。末端って言うんだ、これ。ね、だって売り切れてるからね。あ、この音ね。はい、開けました。乾杯って言おうと思ったら、あ、甘これ。うわ、久々飲んだわ。甘これ。甘いな、本当に。あ、甘い。当たり前か。甘いって言ってんな。甘いだよ。ほんと、練乳入ってんだってよ。あ、これ子供も飲めるな。ほんと、ブラック好きにはとんでもない、これ。とんでもない甘さです、これ。うわ、マジか、みたいな。よく飲めんなって思ってる人も多分いるかもしれない。ブラック好きな人は。甘い。
これ子供も飲めるよ多分ね、普通に、うん、うちの子なんて下手すると甘すぎるって途中飲まないかもしれない。あのコーヒー牛乳とかじゃないからね、やっぱね、コーヒーで練乳入りとか、あ、すごい甘いね。さすが千葉県、素晴らしい素晴らしい飲み物がありますね、やっぱね、茨城県もそうか、ね、美味しいよ、うん、甘いけどね、甘いコーヒーが好きな人はいいかもしれない。あの、苦味とか、そういうのいらねえしって思ってる人ね。ジュースに近い甘さなのかな、これ。結構甘いね。まあ、気になる人はね、いたら、これ結構、そんなにね、超レアな飲み物でもないんですよ。多分、売ってるとこは売ってんすよね。ネットでも買えるしね、今だったらね、時代的にね。はい。まあ気になる方はどうぞ。え。千葉の方ね、千葉で住んでる方は結構普通に売ってるっしょ、みたいなね。俺県民賞とか見ないかわかんないですけど、普通に売ってるっしょ、みたいなね、方もいるかもしれないんですけど、埼玉で売ってません。缶は売ってないわ、あんまり。見たことないもん。まあ探したことがないっていうのもあるんですけど、でもないよ。こっちは時々スーパーであるところはあると思う。この黄色いやつかね。多分ね、あんまり、本当俺高校生ぐらいの時に、友達が時々飲んでたりしてたから、どっかで売ってんだろうな、っていうね、感じもありましたけど。はい、ということで以上です。はい、どうもどうも、どうも、ありがとうございました。また、なんで千葉の松戸に行ったかっていうのはまた別の動画で、よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そして顔のチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。